さあこんにちは。こんにちは。どうもお世話になります。お久しぶりでございます。ご無沙汰してます。すいません改めて。はい、皆さんにいろいろそれでのために働いて改めまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。すいません、はい、この度おめでとうございます。ありがとうございます。お世話になります。あとこれお花なんですけど、はい、水が こぼれるので、あ、本当にありがとうございます。おめでとうございます。すいません、ありがとうございます。じゃあお花をもらって満面の笑みで、はい、大好きです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。お花、本当に結構やっぱお仕事今お忙しくなりましたか。そうです ね、コロナも落ち着きまして、イベントごとが結構増えてまいりまして、ああそうですよね。トリデの大使になってもらってよかったですよ。いや本当に私もトリデスに呼んでいただいて、いろんなところで歌わせていただいて、ずっと住んでてね。もちろん好きですよね。お家買っちゃいましたから。そうですよ、本当に。でも子供たちもね、多分その歌声で元気になりますよ。本当ですか。本当に子供たちと、あの触れ合える機会とかもちょっと作っているので、はい、ああそうなの、はい、はい、皆さんに楽しんでもらえたらなと思ってます、ね。うん、やっぱり生で、あのやっぱ歌手の方の歌を聴くっていうのはね、やっぱり、うん、そういう機会ってなかなかないじゃないですか。でも最初ってステージに出た時ってさ、はい、すごく緊張したりとかしたり。今もします。そう、いや、それはもう私は声、あの顔には全く出ないんですけども、うん、やっぱり緊張はどんな時でもします。やっぱりいろいろ働いていただいて、私たちのために働いていただいてスタッフさんとかも裏では見えちゃうので、ああ失敗できないなと思って、もう私いつも緊張してます。そういうのも背負っちゃうわけね。まあそれはあるかもね。はい、でもすごいね。でも一声出したらもう行けみたいな感じでしょ。そうですね、ステージ中盤ぐらいから楽しくなってきます。あ、いいね、やっぱりさすがプロだね。いやいや、鳥でもっともっと天然も頑張ろうと思ってます。そうなんだよね、力貸してくださいね。いやいやいや、本当に僕もこれだけ本当にマヤさんに協力してもらいます。はい、本当にできることがありましたら、一市民として頑張ってください。そういうふうにやってもらえると嬉しい。一市民としてたくさん頑張りますので、いやいや、本当に気軽に声をかけてください。まあありがたいですね。ありがとう。せっかくここに鳥で選んでもらって、砦にね、住んでいただいて、大使だってお願いして、心よく受け止めて、俺らもしっかり取り組まなくちゃいけないし、うん、いや、砦、本当に住みやすい町なので、引っ越してきてよかったって思っております。ああ、嬉しいね。なので、今年もいろいろやらせていただいたらなと思ってます。はい、うん、はい、そうだよね。お願いします。まあ、いろんな企画の中で、それぞれ、ね、まやさんが来られるチャンスを作りながら、うん、やっていきましょう。わざわざ来ていただいて本当にありがたい話で、しかもお花丸も作っていただいて、それでもあのいいとこいっぱいありますから、あ、ぜひ今度もっともっと教えてくださいね。それでみんなで散策して、はい、魅力を伝えてください。